はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。高助の矢高助でございます。足でストツーやる回ですね。はい。ベガだけになりましたけども、ベガがめちゃくちゃ強いんで、今日ベガだけを倒す回になると思います。はい。まあ、さっくり終わったらさっくり終わったで、はい、いいかなと思うんで、やっていきたいと思いますが、はい。とりあえずベガがすごいポーズになってるところから、今日はボコボコにされる回ですね。なんか強パンチが当たってる。立ち強パンチがちょいちょい当たってる。このベガ様が強すぎてどうしたらいいかわからない。立っててもしゃがんでてもボコボコにされるな。ここが狙い目。当たんない。このローリング技、対処法がない。とにかくガードして強パンチ狙うしかない。半分ぐらいまではいけるんだな。どっかで竜巻とか入れば。剣よりは竜の方が多分ね、ピヨリさせやすいから、使えるとは思うんだけど、まるで当たんないね。これよ、これ何にもできない、これやられると。で、スライディングなんて来ようものなら。ああ、そうね。どっかで竜巻割り込めれば。いやー、割り込むなら昇竜かもしれない。いや、出ないんだ昇竜拳。相手のミスを狙って強パンチを狙っていくのが一番いいんだけど、対空ですら潰される。なんか出て、いやー、何も出ない。キャラ変えよう。ここに来てエドモンとかないかな。実は張り手で押し倒せたりできないかな。押し切ったりできないですかね。まず出ない。おっ、ぴよった。足長っ。何もできないな。どうしよう。なんかうわ、回避早え。どこが好きなのか分かんない、あの技。いや、潰される。いやー、潰される。バルログもそうだったけど、空中のキックが非常に判定が強い。ジャンプ系のキャラはやっぱ空中戦強いな。ジャンプ系のキャラなのかな。じゃあブランカ。いやー、どうしようもないな。連打連打、困ったら連打。いやー、潰されるのか。グルンってやつめっちゃ強いね。ボコ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 出してる。あれ、ため技じゃないの。この時代そういうのあんま関係ないの。何にも当たらん。何にも当たらん。
強すぎるぞ。やばい、ちょっと他のキャラとレベルが違う。このベガ戦だけダルシム、ダルシムで何ができようって話だけど。意外と遠距離攻撃何か当てれたりしない。何もしてきない。うわ、まあ、ピヨった。いやいや、どこに何を当てていいか分かんない。これ波動拳とかヨガファイヤーとかが打ってる余裕全くないから、通常攻撃でどうにかしていかないと。ジャックでも何でも当てないと。当たった。最高、最高、おう、最高投げ最高の後投げ。サイコクラッシャーガードさせて投げるってやばくない？あれサイコクラッシャーでも竜とかだったら竜巻で潰せそうなんだよな。ヨガフレームなんて一度も放ったことないよ。ヨガフレーム足で出すのめっちゃむずくない？こんなんやで。強パンチをとりあえず狙って、投げじゃ勝てないと思うから。ピヨレ投げ、オッケー。なんかパンチめっちゃ当たった。パーフェクト出たよ。たまたまやで。この後ベガ本気出してくるよ多分。パーフェクトなんて取ろうもんなら。強パンチで潰せるぞ。画面端弱いかもこのベガ。オッケー、終わった。今日短いね。前回の動画の後ろに足しておこうかな。2回で終わろうかな。頑張った。エンディング見よう。ミスターリュウ、リュウさん、あれこんなんだったっけエンディング。いやー、地味な勝ち方しました。まあバイソンほどじゃないですけど。短くなっちゃったね動画。同じ日に公開しましょうか。じゃあ、あ、昇竜拳、そんなにいっぱい昇竜拳打てなかったよ。あ、名前入れれる。3文字かな、3文字かな。DDR にしとこう。はい、50戦近くやったっぽいですね。ラウンド数50戦超えたかな。 Thank you for playing。 いやー長かった。足首がすごく痛くなった。まだねストリートファイター2だから真空波動拳とかないけど、スーパーストリートファイターだったら大変なことになるかもしれない。はい、じゃあどうもご視聴ありがとうございました。ちょっと今回短いですけども、はい、次回なんかまたあれば足でやっていきたいと思います。まあ普通にね右側のパネルを完成させて DDR もやりたいと思うんですけどね。はい、このままだとね、今ちゃんと反応してましたけどだいぶ滑るんで、 HP みたいに表面加工したいと思います。はい、じゃあまた次回なんか思いついたらやりますんで、よかったらご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。